ジョシュアリーベルはアメリカ合衆国入りの一周、ロックフォード出身の元プロ野球選手、宇藤良だ。現在はフリーエージェント。2005年の MLB ドラフトでロサンゼルスドジャースに4巡目指名され入団。この年は参加ルーキーリーグでプレーした。2006年は参加ルーキープラスのオグデン・ラプターズでプレーした。2007年は 参加 A のグレートレイクスルーンズと参加 A のインランドエンパイアシックスティシクサーズでプレーした。2009年は開幕を参加 AA のチャタヌーがルックアウトで迎えた。2009年7月30日にジョージ・シェリルとのトレードでスティーブ・ジョンソンと共にボルチモア・オリオールズへ移籍した。二千十年七月一日に本塁打後に左ハムストリングを負傷したルーク・スコットに代わって メジャー初昇格を果たした。2011年は開幕を参加トリプル a のノーフォークタイズで迎えた。2012年4月17日にルイスエクスポジトを40人枠に登録するためにリーフとなった。2012年4月21日に後日指名選手でのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。オフに FA に。2013年1月10日に。 シカゴホワイトソックスとマイナー契約を結び、同日に、参加トリプル a のシャーロットナイツへ移動した。5月7日に放出され、17日に、ニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び、参加トリプル a のスクラントンウィルクスバリレールライダースへ移動した。7月10日に、放出された。12月16日に、フルスのロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだが、 すぐに破棄し、翌年の1月10日に、久保 LG ツインズと契約を結んだ。2014年シーズン、開幕当初は、本塁打を量産したが5月以降の不振から、立ち直れず、7月2日、ウェーバー工事され退団となった。2015年2月13日にサンディエゴパドレスと、マイナー契約を結んだが、5月20日に解雇となり、6月2日に、 メキシカンリーグのベラクルスレッドイーグルスと契約。7月9日に解雇となる。2016年からはアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズに4シーズン在籍。ありがとうございます。